やるがん2。話があるの。ここじゃなんだから屋上まで行こっか。あ、リースさんはちょっと席を外してもらえると助かるかな。え？あ、はい。あのさ、私あれからいろいろ考えたんだ。自分の悪魔としての衝動のこととか、両親のこととか、今の生活のこととか、それってさ、思ったんだけど、私魔界で暮らそうと思うの。言いたかったのはそれだけ。わざわざこんなところまで連れてきてごめんね。あなたと二人きりで話したかったから。これでも結構真剣に考えたんだよ。お母さんにも相談したり、クロナちゃんに魔界のことをいろいろ聞いたりしてさ。それでちゃんと考えて自分で決めたことだから。それじゃあ、あっちに行く準備ができたら連絡するから。やはりお気持ちは変わらないのですか？二人に何と言われても私の気持ちは変わらないよ。魔界にいるっていうお父さんにも会ってみたいし。話はそれだけ。それじゃあ私、用があるから。あ、追いかけましょうマスター。ついてきたの？ちょっとしつこいよ二人とも。ナナコ様、なぜ屋上なんかに？それはね、クロナちゃーん、キー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 、呼んだですか？呼ばれて飛び出てジャ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 ーンです。ついに決心がついたようですね、新米役も。うん、クロナちゃん、私を魔界に連れてって。任せるです。ま、待ってください、まだお話が。天使の言うことなんか聞くわけないです。さようなら二人とも。そんな、マスター、ナナコ様のこと悪魔さんに聞いてみましょう。このままじゃモヤモヤが残ってしまいます。ではここはナナコ様に習って。悪魔さーん、呼ばれて飛び出てって、天使？なしてクロナを呼んだですか？それはもちろん、ナナコ様のことを聞くためですね、マスター。うん、そうなんですか、わかったです。ダメだと言ってもこのマスターが力ずくで。え？悪魔さん、今なんと？別に教えるですよ。そもそもクロナ、あの新米悪魔からことづてを預かっているです。クロナ、こう見えて後輩にも優しい悪魔なんですよ。
なんとです。魔力的なあれで録音メッセージを直接再生するんで、耳かっぽじってよく聞いとくですよ。そんじゃ再生です。もしもし、これ本当に撮れてるの？クロナちゃん。無論です、先輩を信じるですよ。それじゃあ私は今魔界のお父さんのところで魔力の使い方を勉強しています。お父さんはすごくいい人でした。人っていうか悪魔なんだけどね。突然いなくなっちゃってごめんなさい。迷ってるとそれだけ別れが辛くなっちゃうと思ったから。クロマちゃんを責めないでね。全部私が決めたことだから。あのまま地上にいたら私はきっとあなたにいっぱい迷惑かけてたと思う。だからお父さんのところで修行して悪魔の力を完全にコントロールできるようになったら、その時はまたあなたに会おうと思います。いつになるかはわからないけど、その時まであなたの隣開けておいてくれたら嬉しいな、なんて。それじゃあね、風邪とかひかないでね。リースさんもその人のことよろしくお願いします。またいつか。最後に一言だけ。幼なじみのあなたへ、大好き。とまあこんな感じです。ふう、七子様。クロナもちょっとだけ会ってきたですが、あいつの父親めっちゃいい役もだったですよ。Yeah.
なんとか勝てましたね。してるけど、その人たちを傷つけるつもりなら容赦はできないよ。新米悪魔、恩をあだで返すとはなかなか悪魔的に成長したようですね。けどそれは成り立て悪魔、魔界きっての大天才クロナ様が負けるはずないのです。そういうこと言っちゃうんだ。じゃあこれならどうかな。なんとこの魔力量は、そんな、これはクロナ以上、まるで魔王のオーラです。ねえクロナちゃん、その二人から手を引いてくれると私とっても助かるんだけどな。です、こいつマジオーカンリーです。クロナ帰るです。そんなわけで帰ってきちゃいました。いや、それがさ、授業結構あっさり終わっちゃった。いや、お父さんがお前は才能があるとは何回も言ってはいたんだよ。最初のうちは親バカだなって思ってたんだけど、なんか本当にあったみたい、才能。なるほど、先ほどの魔力、あれは歴代魔王クラスの魔力でした。魔界の人からもぜひ次期魔王候補にとか言われたけど、私の居場所は魔界じゃないから。もちろん今の私なら完全に魔力を抑えることもできるし、これでまたあなたの隣にいられるよね。私も。いよいよこの日が来てしまいましたね。マスター、今まで本当にありがとうございました。マスターのおかげでノルマは達成、私も無事天界に戻ることができます。締めっぽいのはなしですよ。あ、そうだ、そんなマスターに今までの感謝を込めてスペシャルなプレゼントがあるんでした。どうぞ入ってきてください。私なりのサプライズです。まあこれも悪魔なりのいたずらってことで。はっ、ということは私計らずして悪魔の手伝いを。リースさん、そんなに気にしないで、ジョークだから。
ね、悪魔ジョーク。それにあなたもう水臭いよ。私にだってリースさんを見送りする権利くらいあると思うんだけどな。念のためリースさんに確認取っててよかったよ。それで実は外にお別れパーティー用にいろいろ持ってきてあるんだ。なんと、それは私も知りませんでした。こっちが本当のサプライズ、いたずらかな。七子様、これからマスターのことをよろしくお願いします。うん、任せてリースさん。なんとって、リースさんよりこの人歴は長いんだから。それもそうですね。これからもずっとずっと隣にいるからね。だってそこが私の居場所なんだから。ねえ、起きてってば。おはよ。もう、まだ寝ぼけてるの？早く学校行かないと遅れちゃうよ。まあ、目覚まし時計止めたの私なんだけど。だってほら、私って悪魔だし、いっぱいあなたにいたずらして立派な大悪魔を目指しちゃうよ。なんてね。だからさ、学校なんかサボっちゃって、私と一緒にいいことしよ。もちろんいたずらの子と、もしかして
期待した？残念でした。あ、いたずらって言っても他の人には迷惑かけないよ。私がいたずらするのはあなたにだけ。だからね、遅刻とか学校とか今は全部忘れちゃって、ちょっと目を閉じてみて。うん、素直でよろしい。そんなあなたにご褒美をあげます。した？さあどうかな、不利かもしれないよ。なんて言ったって悪魔のいたずらだし。なんならもう一度目を閉じてみる？